薬用作物の産地化事業を進めている高浜町で、薬草、大和当帰の湯もみ作業が行われ、町内の中学生が薬草栽培の仕上げ工程を体験しました。高浜町六路谷の薬草育苗センターで湯もみ作業を体験したのは、内浦中学校の2年生6人です。生徒たちは総合的な学習の一環として去年の4月から高浜町が産地化を目指す薬草大和当帰の栽培事業について学んでいます。薬草栽培の指導員を務める九州保健福祉大学薬学部講師の厚見俊之さんらの指導を受けながら、これまでに大和当帰の定植活動や収穫作業などを体験してきました。この日、生徒らは初めに九州保健福祉大学薬学部の学生2人から薬草の根についた土や汚れを洗い落とす湯もみ作業の方法を教わりました。説明を受けた生徒らはお湯の入った樽に大和当帰をつけ、専用の板に乗せて力いっぱい押し込んでいきました。一応もうええかなって思ったら、根っこと根っこの間とかに指入れてみて土が出るかどうかちょっと見て。届かんな、届かんな。右横にずらして、ちょっとそこまでしてない。もう勘弁。で、一応ここでジャバジャバやります。ジャバジャバしたら根っこ、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 根っこ。この後、汚れを落とした薬草を根がまっすぐになるように形を整え、パイプに吊るしていきました。生徒らはこの日、厚見さんらのアドバイスを受けながらおよそ1時間半の作業に励みました。ちょっと楽しかったです。薬草にはたくさんの種類があることが分かりました。転がすのがちょっと難しくて、なんかちょっと分からなかったんですけど、教えてもらったら結構やっていくうちにうまくなったと思うので良かったです。まあ、高浜町の、内浦中学校の近くでこうやって、皆さんを、健康にするような大和当帰っていう薬草をまず育ててるってことを知っていただいて、まあ、知った上でこういう作業にいろいろ参加していただいて、まあ、子どもから、家族の方含めた内浦地区の方に、薬草の栽培の普及を、広めていっていただけたらなと思っております。大和当帰はこのまま数ヶ月乾燥させ、4月ごろ根の部分を奈良県の問屋に出荷します。なお、生徒らはこの翌日、大和当帰の葉の部分を使った薬湯作りも体験しました。